今回の大雨で都内でも川の氾濫が相次ぎましたが、新宿区などを通る神田川は氾濫しませんでした。過去には水害が起きていたという地域を守ったのは、地下に設置された防災設備調節池でした。どういった施設なのか取材しました。新宿区や中野区、千代田区などを流れる神田川は、過去には台風や大雨の時に川が氾濫するなど水害が起きていましたが、今回の大雨では河川の増水による被害はありませんでした。地域の暮らしを守ったのが調節池と呼ばれる防災施設です。大雨の際にこの施設に水を取り込むことによって、下流側のですね、浸水被害の軽減に効果を発揮したと、そのように考えております。東京都は2005年に環七道路の下にある地下40メートルの場所に神田川環状7号線地下調節池を建設し、神田川流域の水を最大で54万立方メートル貯められるようにしました。これは25メートルプール1800杯分に相当します。都によりますと、今回の大雨では貯水池の容量のおよそ9割まで雨水が溜まったということです。東京都が運用するこういった調節池は現在都内に28カ所あり、東京都は今後も増やしていく方針です。